はーい、北陸地方も梅雨明けしました。夏ですよ。いかがお過ごしで、まだまだ間に合う動くゴッホ展潜入してみた。早速、何これ、あ、写真が撮れるみたい。入ってみた。なるほどね。てへ、あ、FBC アナウンサーだ。ねねちゃんかわいい、あげちゃん綺麗。え、何やってんの。お好きにどうぞ。入ってみると、わお、一気にアーティスティック、あの名作の世界観を再現。うわ、すっごい、なんか囲まれてる。出た、あのひまわり。このシアターがすごい、めっちゃ感動した。てか、この技術どうなってんの。真相を解明するのはこれって、映画バイオハザードじゃない。なんでここにあんの。来てみたらわかるかも。アナウンサーはどう感じたんだろうか。聞いてみた。お、ザッキーがいた。はい、そうです。ザッキーいた。ゴホデン見た。ゴホデン。ゴホデン見てない。見てない。もう論外じゃん。今さ、ゴホデンの感想を聞いて回ろうと思ったのに。なるほど。まだ見てん。今から行きましょうかね。あ、今から行くの。行ってらっしゃい。どうも。こんにちは。ゴホデン見た。ゴホデン見ました。お、はい、どこがすごかった。どうやって。どうやってこんな絵が動いてるんだろうって思いました。そこ、はい。デジタル技術。デジタル技術に。この絵が素敵だとか、この表現がいいとかじゃない。そう。どうやってこれ動かしてるんだろう。動かしてるんだよ。そこかい。印象に残った絵とかある？中盤に行くと、うん、ゴッホのこう生涯を描いたなんか映画みたいな、あのムービーかな、うんうん、あったじゃないですか。あるある。あれがあのゴッホについてあんま知らなかったので、うん、こんな孤独な方だったんだって。いやいや、孤独だよね、あれね。すごい、まさかっていう、ちょっとなんかゴッホを知れた感じはありました。実はね、誰からも多分その話出ないと思ってたんだけど、まさかの工藤春から出た。はい、おいた、見えた、痛い痛い。ちょっと、ゴホデンどうよ、はい、なんか印象に残ったところとか、感想。はあ、あの美術展っていう言葉では、うん、言い表せないというか、うん、最新のデジタル技術を使って。工藤春と一緒なこと言ってんじゃん。なんだろう、その絵画はもちろんすごいんですけど、うん、この技術がすごくって、うん、なんか現代って進んだなみたいな。結構みんなの技術に行くのね。すごいなと思って。いや、普通だったら、例えばひまわりがとか、そうそうそう、この作品があって、こうほら、印象に残ったこのスペースとか、はい、1枚っていうのがあるかなって思って、はいはい、今みんなに感想を聞いてるんだけど。あ、なるほど、うん、私あんまりその美術展とか行かないタイプなんですけど、なんだろう、面白かった。単純。そう、なんかその芸術に触れるっていうよりかはなんか面白いんですよね、はい、あの空間が、うん、なるほど。そうだから、その美術展とかこう行ったことないとか、あんまりこう普段行かない人でも、うん、なんだろう、楽しめるっていうか、うん、あの時間が楽しい。それはあるよね、いる空間が、うんうん、あのシアターは見た、はい、あ、見てない、見てない。嘘だろ、嘘だろ、まさか、まさかの。ここカットして、ここカットして。もう、いや、むしろあれがすごいって言ってほしいなって今思ってたんだけど。ごめんなさい、ちょっとあそこだけちょっと時間で食べちゃって。食べちゃって。クワールちゃんと見てるからね。ちゃんと見てる。クワールね、あのシアター見たもんね。で、見ました。で、見ました。嘘やん、いや、本当だって。本当に見た。逆にシアターしか見てない、私。あ、本当、うん、だからもう一回行かないと。私、あのシアター見ると感覚が変わって、もう一周ぐるってできるよね。もう一回行けるもん ね、 なんかね、確かに、うん、なんかそんな感じあるよね、うん、やっぱさ、お金払ってるしさ、合わせてもらってみたいじゃん。それはもちろんそうだね。確かに、練習もしたくなるわな、それな、うん、あそこだけ私行ってなくて、うん、次行きます。次行くだから一度だけじゃない、二度三度、二度三度行ってほしい、そんな場所です。あなたもゴッホになれるかも。